カラコン通販のクイーンアイズがお届けするプリティービー始まるよ。こんにちは、ゆずきしなです。こんにちは、増田彩乃です。お願いします。今回は私たちのバッグの中身を紹介していきたいと思います。紹介しちゃいます。それでは私から紹介します。椎名ちゃんのカバンはどうなんでしょうね。もう出しちゃったんですか。これで可愛いですね。黒が強調されていて H&M で買いました。さあ何が出てくるんでしょう。サングルティーザー。サングルティーザー。サングルティーザー持ち歩いているとは素敵です。素敵。美容系入ります。美容系 YouTuber。 YouTuber 入ります。お願いします。ミンティア。あーいいね、いいね、美味しいね。そう、最近飽きてきた。あれ、じゃああれあれ色変しようか。そうだね、ちょっとやめます。そう、ちょっと安かった。何これ。あ、イヤホンか。何かと思った。おまんじゅう。1500円。あとはお財布。いいね、コンパクトだね。鍵ですね。黒が好きな。黒ばっかの感じです。あ、やった。あいえ。香水。いいね、香水。香水、赤。あ、これ。めっちゃいい匂いじゃない。そう。お姉ちゃんがね、使ってたから。おかわり。仲良し。チャラチャチャラ。擬音がいる、こちらで。はいはいはい。携帯。で、こちらで。携帯、もう顔が小さすぎて携帯がでかいよっていうね。キサラ様とのプリが入っております。キサラ様見てる。プリクラ入ってる。いいね。なんかめっちゃ似てるね。本当に髪色めっちゃ同じなんだ。嬉しい。素敵素敵ってやつ。そうだね。11 iPhone11 です。 5G が羨ましい。あれ 5G ではない。あれ13出たっけ。あれ12だっけ。まっすぐなのか。そうですよ、多分。そうだと思います。知識の違いが違います。はい、じゃあ次、リップ。あら、かわいい。いいね。どんなお色なんですか。見ます。はい、見せてください。ね、リップモンスターの06番。結構いいね、かわいいね。こちらでございます。はい、美容系入ります。これ全然落ちないからね。次、ケイトがいいらしいですね。みんな買ってね。最後あれ学習能力が高くて。よくなんか名前とか書くときあるじゃん、なんかその時に出してもらうボールペンとかあるんだけど、サラスが一番書きやすい。そういうことか。あ、マイクやるんだよね。書きやすいから。かっけーかっけー。そうかな。で、終わりです。いいね、終了。結構黒多めの可愛い統一感のあるシール。黒が多めです。いいね、かわいい。全然入ってないよね。え、大容量じゃない。結構ちっちゃう。結構ね、入る。あるあるの。カラ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 。そうなんだよね、結構入る。いい感じ。いかんいかん。あげーあげあげ。素敵でーす。せーの。結構入るんだよね、ちっちゃいのに。いいね、いいね。よく香水かわいいね。うん、かわいい。そこめっちゃ好きなんだよね。こんぐらいだからさ、でかくない。だからこそこれ持ち歩いてるとさすがに。そうだね、確かに。ペンをセット。何もかけなくなっちゃうから。これでかけなくなっちゃう。大事大事。じゃあ次、綾野行こう。綾野。ダダーン。あら、黒ですね。これ素敵。あー、サッカー。見よう見よう。何が入ってんだかな。物多いかもしれない。マジ？マスクが。うん、大事大事。ちょっとなんか恥ずかしいじゃん、こういうの。お財布ですね。おお、お財布。なんだっけこれ。ま、M から始まる。ま、マーケット。ま、なんだっけな。マイケル・コース。はい、違う。マーク・ジョブス。え、ザ・マーク・ジョコブス。ジョコブス。わかんない。おしゃれ、おしゃれ、なんかよくあるよね、これ。うんうんうん。これでーす。いいね、かわいい。はーい。これマスクですね。いいね。あと消毒だね。お、えらい。リオレです。意識高い。意識高め。あとは、充電器ですね。お、えらい。新幹線に乗ってきたので。あ、そっか。新幹かわいい。なんだっけそれ。リトルグリーンメン。何が好き、ディズニーキャラクター。なんだろう。あ、でもダッフィーとか。あ、ね、でも似合うわ。本当に、C でカチューシャ着てたの。着きたい、着きたい。行きたくない、みんな。え、行きたいよね。カチで。もれもれもれ。これは化粧。化粧のやつです
ね、それはね、あの、うん、前にあの応援してくれてる子がくれたんですね。すごい、ありがとうございます。中身は大丈夫？中身何？うんうん、こちらですね、ミニスパウダー使ってる人多いよね、うん、これなんかね、うんうん、でもなんかね、みんな使うから使っちゃった流れに乗っちゃったよティルティル、うん、初めて見たファンデーション、ティルいいね、時代を感じるこれはこれでも使ってないんだよね、ケイト、なんか持ってきちゃった、ケイト、うん、シーナの口紅のケイト、そうだね、ケイト、これですね、あとピーラ、ピーラリューラーリューラーですね、うんうん、あとアイラインですね、うん、大事大事大事よね、あとはなんかネイルをね、うん、ちょっと持ってきちゃった、ちょっとこぼれそうなのが怖くて袋に包んじゃったっていう、えらいえらい、ありがとうございます、袋ですね、大丈夫そうかね、これみんなこんな感じいいのかな、物が多いんだよね、アイリップ、うん、ロマンが使ってる人多いよね、そうロマン、ね、多いよね、うん、割とね、みんな、あ、持ってる、持ってる、持ってる、そばっ、これは鏡ですね、ちっちゃいね、コンパクトで、うん、あら、シャネル、シャネルちゃん、シャネルちゃん、ちょっと名前が彫られてるんですね、これで、盗まれても分かりますよ、私のって、ね、そうだね、僕はなんか多くない、小物多くない、うん、まあまあまあ串ですね、えらい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 、エアポッツですね、惜しいんだよね、うちも、いいよね、高いからさ、うん、え、それな、マイティアとリップなんかさ、ごっちゃごちゃだね、いやいや、大丈夫だよ、大丈夫だよ、携帯、携帯ですね、牛柄、ありがとうございます、牛柄ね、牛柄いいね、かわいい、こんにちは、あとちょっとね、これはなんか新幹線で来たんですけど、うん、お腹すくんですよ、今日朝から来て、うん、したらなんかキュウリ最近ハマってて、ちょっとあのいや、なんで2本なんですか、なんかその1本イキレカッコ見て帰りに食べようと思ったんだけど、うん、なんかもう食べる気力もなくて、ね、2本お供を連れてきちゃいましたということでね、まあこんな感じでね、キュウリですキュウリで、ね、捕らえますかこれ後で食べたいと思います、後で食べます、そんな感じでした、はい、カバンでした、いい、かわいいカバン、いろいろ話すの忘れてましたごめんなさいどうでしたか、お互いのカバンは、いいね、ビオレ、うん、持ってるのちょっと偉いの、え、でもダングル持ってるの偉くない、あれ、うん、のさ、細いのに溶いちゃうからさ、傷むっていうか、ちぎれてもなんか あれみたいな感じ、ダングル持ち歩きたいなって、ダングルめっちゃおすすめ、本当に、うん、みんな使ってほしい、うん、ダングルね、うん、買ってる人多いよね、結構多いね、うん、ぜひダングルぜひお願いしますあとはマスクとかは大事で、そう、マスク大事、え、でもやっぱキュウリも、キュウリが大事、欲しいなもね、キュウリ明日から持ち歩くらしいんで、ね、これに、はい、入れてくるわ、キュウリ多分折り曲げて入れてると思うんで、うん、そんな感じでした、はい、ということで今回は私たちのバッグの中身を紹介しました、なんかあれだね、でも持ってるものは割と似てるよね、そうだよね、お女子お女子って感じなんで、あの、お女子ですよ私たちはねこの動画がいいと思いましたら、うん、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします、はい、お願いします、それではバイプリー。